本当にそのヒムミンの動きっていうものがどこから来てるのか、そしてそのなぜそのヒムミンからノスタルジックさを感じるのかっていうのは、こんなに作っても結果わかんないですね。あの樋口優子さんのもう作品はもう皆さんが大好きで、もう日本を代表する画家さんだと思うんですけども、樋口さんの書かれる文字が本当に魅力的で、英語だろうが日本語だろうがその世界観が全然変わらないんですよね。4月10日に、本当の日というあのイベントをさせていただいたんですけど、その時にあの自分の字体もあのフォントにしてみたいっていう多分気軽なツイートをされたんですよ。そこに私が乗っかってあのサンプル作ってみましょうかみたいな感じで声をかけたのが最初ですね。その場合樋口さんは文字というよりはその絵の一部として文字は役割を果たしていて、その白いこう隙間があるとそこに本当に入り込むように文字がこう入っていくんですよね。それがあのヒゲの役割だと思うんです。その樋口さんの手書きの文字がヒグミンなので、その同じ文字を繰り返し出てくる、やっぱりそのちょっと機械的になってしまうっていうところがあります。前の文字を読んで次の文字がそれと違うものが出るっていう機能があるんですね。かなは基本的に3文字ずつ作り、オーブンはそれに合わせてこう拾った文字をあのできる限り大事として入れて、その同じ文字が繰り返し出てこないような機能を搭載しています。樋口さんらしい絵文字ということで、その単体で使える絵文字も可愛くてたくさんあの入れてはみたんですけども、やっぱりそれ以上にやっぱりつながって新しい世界をこう描けるみたいな感じの絵文字はなんか作れないかなって思いまして、草が水彩の草がこういうふうに並んでいく、どん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 本当に草原が広がっていくみたいな絵文字と、あとは、リボンがつながっていくものを考えました。でヒグミンは2つのバリエーションを用意してまして、アウトラインがスムーズで滑らかなものと、あとは滲んでいる、より手書きに近い滲んでいるものの2つ想定していました。でそのスムーズの方は、じゃあ漢字をどうしようとした時に、アドビフォントにも搭載されていますその DNP さんの、集英処方便帳がすごくあのマッチングして、ノスタルジックな雰囲気とかちょっとレトロな感じっていうのがあのいい感じで表現されてこう維持されてましたので、じゃあにじみはどうしようっていうことになったんですね。でもにじみといえばやっぱり DNP さんじゃないかと思って、筆処方をにじませる予定ってあるんですかっていう感じで問い合わせさせていただいたっていうのが最初ですね。 DNP のフィルターのそのにじみっていうのはすごくて、印刷のそのにじんでるインク具合を拾って、もしその印刷された場合にはどういう感じでにじんでいくかっていうのをそのアルゴリズムを研究されたフィルターなんですよね。ヒグミンの書体の形がすごい形の文字ばっかりなので、あのこちらが当初想定してたのとだいぶ違うパラメーターをあのリクエストをいただいて、どうしようかねみたいな感じで、そのスペシャルなフィルターがかかっているわけですよ。今回新しくその登場した、ヒグミンですけども、たくさん面白い発見があると思いますので、新しい作風などなんかこう開発していただければと思っています。